イセ TV。 こんにちは、フレーザックです。今日は僕のドラムセットを改めて紹介しようかなと思いまして、こちら見てください。僕のカノープスのドラムセットなんですよ。そうなんですよ。これいつもどこドンドドンドンドンチドンチドンチドンってやってるドラムセットなんですけど、改めてちょっとね、ちょっと紹介したいなと思っておりまして、まあ機材紹介コーナーということで、まあいろいろとねあるんですけど、今日はドラムセット編ということで、ね紹介していきたいと思っておりますね。本当この僕の愛機でございますね。いつも動画でも出してますけどね、いろいろちょっと説明したり演奏したりしていこうかなと思いますので、行ってみましょうか。こちらのドラムセット、バーチという木材の、素材なんですけども、まずこちらのね、キック、バスドラムが、口径が22インチということで、でフロントヘッドはね、特注の、紫色に、仕上げてもらいまして、でこちらのフープも、白と紫で、より一層フリーザ感の強い仕上がりになっております。ね、カバリングが綺麗な、紫のね、パープルスパークルみたいなやつですね。でこちらのタムがですね、深さがこちらの方が12インチとなっておりまして、まあ基本的にはワンタムだったりするんですけど、場合によってツータムで、まあツータムの場合は、10インチのタムを足してっていう形になってますね。こちらですね、でフロアタムは、16インチの口径で、ございまして、でヘッドがですね、ダメは最近はちょっと気分的に、コーテッドを使っておりましてね、この白いザラザラしたやつ、コーテッドエンペラーを、今貼っております。ダメはで裏面は基本的に、クリアエンペラーですかね、ちょっと厚めのやつでタイトな音に、しようかなという感じですね。でスネアは基本的に、コーテッドエンペラーを使ってますね。はい、ちょっとね太い音にしたい感じなので、エンペラーって厚めのやつなんでね、感じですかね。でキックがね、バスドラムが今、コーテッドな気分なんで、パワーストローク3というね、やつのコーテッドです。で、タム類がクリアヘッドとかね、なってる時はキックもパワーストローク3の、クリアヘッドなんですけど、今はコーテッドのパワーストローク3ですね。まあタム類とかはクリアの時はクリアエンペラーか、ピンストライプという、タムの、まあ、基本的にその3択ですね。コーテッドか、クリアエンペラーか、ピンストライプか感じですかね。で、ペダルは DW5000、 ビーターは今ちょっとフェルトメン使ってますけど、普段は、もっと硬い音にしたいんで、プラスチックを使ったりみたいな感じで、使い分けております。でスネアがですね、こちらもカノープ製の、ザ・スチールというね、スチール材の、スネアです。口径が14インチの深さが5インチですね。これちょっと借り物なんですけど、普段ライブではね、こちらの、サイズ違い 14×6 半 6.5 のインチを、使っております。非常にオープンななりでね、叩いても気持ちのいい、金属スネアでございますね。カノープスザ・スチールね。せっかくなんでちょっと叩いてみましょうかね。こちらのバーチシリーズは、非常にね、低音の鳴りがすごくドーンとね鳴ってくれて、迫力のある、サウンドに、なります。ね、結構僕なんかね、こういうロック系のドラマーとかにはねすごくね、好まれる傾向にあると思われますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。フリーザックのスーパーウルトラ機材紹介、ドラムセット編ということでね、まあまた今後ねちょくちょく、まあなんだシンバル編だとか、新しい機材があったら新機材編とかね、いろいろやっていこうかなと思いますので、
まあ、あとはね、他のメンバーの機材とかもちょっと紹介できたらなと思っております。まあ、そんな感じで今回はここまででございます。バイバイ。